ガオー浜田山、ドラノコ不動産です。こんばんは。期待をかけたメール作戦がなしのつぶれた一方、熱意は人づてに伝わりました。えー、壮大な目標で自らを奮い立ただせつつ、ユニクロを世界的に通用するブランドに育てると、困難にひるまず全身あるのみの南屋に、 自身を重ねましたとそして今南谷はビジネスに強い関心を寄せます世界のオリンピック級の女性アスリートをビジネスリーダーに育てるプログラム WABN で日本代表の2人に選ばれました国際的なコンサルティング企業グループ EY ハーストンヤングの女性幹部とマンツーマンで能力開発に集中してます この他、A スタートアップ企業、アンシングでインターンとして働いてます。目下のプロジェクトは、新型コロナウイルスの新状態におけるコーチング手法の構築です。登山のチームは一皮向ければ、自分のせめぎ合いでした。組織力が問われるビジネスの現場でリーダーはどうあるべきか、自身の内面と向き合います。 ビジネスに舵を切っても南やを前へ前へ突き動かした思いは変わりません。自分の名前で自分の人生を生きられるのは一回だけ。初めて見たエベレストは8000メートル級の連なるヒマラヤでも圧倒的な内容でした。ビジネスの世界でもこれから見つめる最高峰も絶対に諦めません。冒険家グランドスラブ。 南屋でした。それでは、お先に失礼します。